斉藤ゆかりは日本人指揮者。ドイツのドレスデンを拠点に活動中。東京都出身。4歳でピアノを始め、東方女子高等学校音楽科を経て、東方学園大学ピアノ科を卒業。大学在学中から副科で指揮を学び始める。当初はピアノがうまくなるための指揮の勉強だったが、みるみるうちに指揮の魅力に寄りつかれ、卒業後も、 同大学の科目履修生として、指揮を学んだ。2009年に、小沢聖治音楽塾において、オペラプロジェクト、ヘンゼルとグレーテルのアシスタント指揮者を務める。2009年から2013年まで、ロームミュージックファウンデーションの音楽セミナーに参加し、指揮を小沢聖治と湯浅雄二コレペティションを三井修流氏に学ぶ。この間、2010年には、 新日鉄文化財団の指揮研究員として、清井ホール室内管弦楽団及び、東京フィルハーモニー公共楽団にて研鑽を積んだ。2013年から、ドレスデンのカール・マリア・フォンウェーバー音楽大学において、ゲオルグ・クリストフ・ザンドマン教授からオーケストラ指揮法を学んだ。なお、斉藤が留学先をドレスデンに決めた理由の一つは、オペラを本格的に勉強するためだったという。 ドレスデンで学業の傍ら、2014年に、モーリッツブルク音楽祭で、ハインリヒシフのアシスタント指揮者を務め、2015年3月には、ライプツヒで、バイマル、ライプツヒ、ドレスデンの音楽大学の選抜指揮者として、MDR 公共楽団を指揮した。2018年には、バイエルン州立歌劇場で上演されたワーグナー、パルジファル公演において、キリルペトレンコのアシスタントを務めた。 この時斉藤は、ペトレンコが、パルジファルの作品をしっかりと読み込んでいることと、相手が誰であろうと、お互い納得するまで徹底して話し合うことに、強い印象を受けた。斉藤が初めてオーケストラを指揮したのは、高校3年生の時のクラスのミュージカル上演だった。また、初めて一般の演奏会で、プロのオーケストラを指揮したのは、2010年9月に、小沢聖二音楽塾にて、 小沢わ治の指名で指揮したオペラ、ヘンゼルとグレーテルだった。2013年夏に大阪フィルハーモニー交響楽団、九州交響楽団、東京フィルハーモニー交響楽団を指揮し、国内オーケストラに相次いでデビュー。その後、国内のオーケストラを数多く指揮している。斉藤の海外での活動のきっかけは2015年に、 ブザンソン国際指揮者コンクールにて3人のファイナリストの1人となり、オーケストラ賞と聴衆賞を同時受賞したことである。これを受けて2016年9月に、リール国立還元楽団を指揮して、フランスデビュー。ついで2017年10月に、トーン・キュンストラー還元楽団を指揮して、ウィーンデビューした。斎藤の演奏会は、ドイツを中心とした中央、東欧の古典派。 ロマン派の作品を取り上げることが多い。例えば、斎藤のウィーンデビューとなった2017年10月のトーン・キュンストラー管弦楽団との演奏会は、ウェーバーのマダンのいて序曲とクラリネット競争曲、第2番編法町長、ロベルト・シューマンの公共曲第4番に担当という、ザクセン・りの作曲家で固めたプログラムであった。 2018年5月の東京公共楽団とアンティエ・バイトハーストの演奏会ではメンデルスゾーン、ブルッフ、チャイコフスキーのバイオリン競争曲を3曲同時に演奏している。近年も新型コロナウイルス感染症の流行で演奏会の開催が困難な中、2020年10月に群馬公共楽団、2021年2月に東京公共楽団といずれも モーツァルトとベートーベンに焦点を当てた演奏会を開催した。このようなドイツを中心とした中央、東欧の古典派、ロマン派の作品と並んで、斉藤の演奏会にはオペラの序曲やアリアも多く登場する。2020年10月の日本フィルハーモニー交響楽団との演奏会の後半はオペラとオペレッタの序曲とアリアに焦点を当てた。斉藤自身は 世界中の劇場に行ってみたいと、オペラへの意気込みを語っている。このほか斉藤は、ガーシュインやヒンデミット、ブラウンフェルスなどの20世紀の作品も指揮している。また、今後は、海外で、日本人作曲家の作品を海外で演奏し、発信することも希望している。以下の演奏会は、演奏会後、期間限定で、アーカイブ配信された。また、以下の演奏の一部が、 主催者によりオンラインで公開されている。ありがとうございます。